今日1日の、通報内容、記録しておきます。そうです、いつも兄の大事なハイツの淡井健介ですけども。淡井君、竹中と言いますよ。あ、どうも。 お元気ですか？いやもうね、グダグダで、今どこから電話してんの？はい、どこから電話してんの？今自宅です。相変わらず春山聖子で、せっかく今日よく寝れてたんですけども、朝の8時半ぐらいから車のドアノートをバッタンバッタンさせてきて、また介護職の人間がおはようとか何か、またそれで顔を取ってきたりしようんですよ。なるほどな、なるほどな。それで、あれはもう喧嘩なってない、相手してないやろ。もうね、河川の撮影とか相手したあかんよ。相手っていうよりも、警察も早動かんかったら、この世の中の状況はエネルギーの残存量問題とか理解してますので今、竹中さん、もう全然これ、世界中全然、上の方も、流れるだけで動いてるから。久しぶりやな。ほんで、どないな、最近何、ずっと家おんの？いやいや、だから河川の撮影とか行ったりしてるんですけども。何の撮影？河川。川かい、川かい。河川専門家に水玉発電とか知りません。おう、やるやん。その一部の人間が動いてくれてるのは、それは分かるんですよ。ただね、竹中さんの竹中さん、その時にね、撮影行った時に、放置自動車とか、たくさん僕が一緒に撮影してる。それは知ってます。いや、わしは聞いてないけど。それね、台数で見たら、これも日本全国で1万台ぐらいありそうなんですよ。マジで？あります。もう各市で、温度市とか加東市だけで、もう簡単に何十台と見つかる。で、都市鉱山、だからテレビで言ってた都市鉱山とかの話とか、全部嘘っぱちで、ただ、車業界に関しては、これだけ円安だったら、確かに純利益が出ます。自動車産業、自動車メーカーとか、どこが回収してくれてるかとかわからないんですが、僕が撮影したところは、とりあえず回収してくれて、分解とか、ある程度確認、もう一度行けるところは、ちゃんと回収してくれてるみたいなんですけども。ごめん、なるほどな。ね、で、本当、大真面目にこれ取りかからんかったら、石油の残存量は知ってます。もうだからもうそういう状況で、もう世界中ずっと惰性だけで動いてるから、なるほど。もう本当にここ気合で踏ん張って、オリンピックも開催とかまで持っていかなかったら、万博の条例とかなくさなかったら、これもう本当にもう僕が生きてる時点で、これ、石油とガスの輸入止まっても全然おかしくないですね。まあな、だから僕のしてることっていうのを、その晴れませんこそいの連中って全然理解してないんですよ。だから勝手に車で来るでしょ。でな、あれや、最近あれ、病院系は入っとったんかいな。睡眠薬はね、やっぱり飲まなかったら、いやいや、どっか施設入っとったん、最近。俺も最近、あなたの情報よく分かってないんやけど。それ世間に公開してね、それ最近大丈夫やな。成人病院に連れて行かれないようになりましたね。よかったやん。結局そういうことだから、動画とかで世間に公開して、いや、状況、みんな、分かった。でな、荒井さんな、私も何回か本省でも対応させてもらうけど、要は何かにつけて気ぃつけなあかんですよ、分かった？何かにつけてっていうのはどういうことですか？ね、その体調面にしても。そう、だから、だから気ぃつけないと、また、持たないから、生活保護だからお金ないじゃないですか。そう。本当に歩いて、ここから自宅から。で、またな、あれ、また暑くなってくるからな、これからどんどん気ぃつけてくださいよ。ちょっと、今、電話のバンバン鳴り出してから、ちょっと切るで。ごめんなさいね。はい、失礼します。という内容と、要するに朝から起こされてるっていう状況ですね。それと次、同じ日付。
が声を呼んでいる付きまといもんで、そいつの本質は僕は寝転んだらそういうように無理やり起こそうとしてくるか ら, だから本質は性格妨害なんですよ。そいつらが狙ってることはね、犯人の大吉さんは言うと、はい、多分春山聖子って手配にしとった人間だと思いますよ。だ南側の方の部屋で寝たら、春山聖子に誰かが来て車のドアパターンでしょ。で、廊下側で寝てたら、兄の大仏に弾が入ってくるんですね。だ睡眠不足だと、訴状とか書き込まなきゃならない内容とかもしっかりできなくなるので、気力的に答えられなくなる。で、そういうのを狙っての、行動だと思いますね。これはもうまず間違いなく。あと他にも男性男性音が聞こえてきたりとか、寝て寝転んだことを誰か伝えてるんでしょうね。この住宅内に入り込んでる人間が、さらに SNS まで利用してるかどうかわかんないですけども、まあ、電波ですかね。というところですね。あとは顔うんぬんとかでも調べれるから、その辺のところかもしれないですね。以上です。兄の財産判決に本当にそこに住居登録のない人間が出入りするの、本当にやめさせるように対応のほどよろしくお願いいたします。はい、わかりました。はい、という状況で、まあ今日ずっと裁判用の書類を作ってました。で、次の有馬警察到着です。どうも、いつものありの第一端を配置の淡井圭介ですけども、はい、まあ、今回は、以前その家の中から盗まれていたって言ってたその仮執行の判決書類と、それとあと住居移転をされていて、それも、まあ、こちらから、まあ、配達証明、送達証明等々で、まあ、どこに転居したかのものに関して、新部和夫というものに関しては移転先の住所の書類は家帰ってきてるんですけども、もう一人の上村秀明というものの、移転した先の住所がまだ家にないですね。という内容のものを探していただけますと助かります。よろしくお願いいたします。あとは、まあ、まだ僕が帰ってきてない件ですね。以前、通報した件なんですが、うん、はい、それでは、はい、ご対応のほどよろしくお願いいたします。あとはもう買い物行った時の鳥貴族の前ですね。これね、その他のパターンとかも決まってるんですよ。兄の第一端配置の淡井ですけども、先ほど買い物に行って、帰ってくる時ですね、はい、交差点のところつい今しがた 1,2 分ほど前なんですけども、鳥貴族の前で、はい、ね、髪の毛茶色か金に近い色の男2名、はい、背丈は175ぐらい。ちょっと待ってくださいね、はい、ちょっと待ってくださいね。どういった気になりましょう、まず。こちらをバカにするような言い方で、坊ちゃんみたいなことを言ってきてるんですけども、その男は、何ちゃんですか坊ちゃん、北条という男の、名前を、そういうような呼び方で呼んで挑発行為をしてくる。これタイミング的に、その淡井圭介を殴って、淡井圭介が殴られた件、傷害事件、2008年の6月、事件番号100894なんですけども、その中の、殴ってきた男4人組、傷害事件で両方が殴られた件ですけども、4人組のうちの1名が、その北条っていうやつが混ざってたと思うんですよ。で、いろいろ訴訟が始まったときに、いろいろ話がつながっていって、バレたら困る、もしかしたらつながりのある連中、何かしらの、何かがバレたら困る連中、たびたびに来ますね、鳥貴族の前のところで、のところで。だからその髪の毛、茶色から金に近い男2名、身長175センチぐらいのもの、その2名は、ちょっと調べてもらった方が、記録しておいてもらった方がいいですね。というわけで、今回の通報内容も、開示させていただきますんで、情報、はい、ちょっといまいちね、あんまりよくわからないのですけど、警
結局何が望みですか？いや、正直僕が買い物行ってる時に、特にあの新聞のあたりとかでですね、取引とかでしょ？そうそう、あの岡場駅のところとかでたむろするパターン、それが、財務のその書類を出す瞬間になったらこう現れてくるっていうところの、その挑発行為を言ってきてっていう、その挑発行為を何か 言ってきて、こちらを怒らせて精神病院にさせて、隠蔽してしまおうとしてる側の連中の可能性は十二分にあると。ごめんなさい、ちょっと僕の通話たらね、のこさんとか、ね、あなたのお名前とか住所聞かせてもらってもいいですか？はい、淡井圭介本人です。淡井、はい、圭介さん、淡井さん、どんな字でしょう？はい、西書いて下が米によく似てる字で、淡おこしの淡です。はいはい。と、色のいいと、背景の景と、介護の会です。うん、了解です。はい、手長く聞いていいですか？はい、昭和52年、はい、8月の9日、はい。でね、あと人の動き方としては、他の、まあ別に絡んできてるわけじゃないんですけども、あ、淡井さんに対してどうこうっていうわけじゃないんやね、今日は。じゃあの、その2名は絡んできてるのはまず間違いないんですけど、別の人たち、まあ僕らもパトロール中とかに、そういうような人がもちろん見かけたらちょっと声かけるようにしますんでね。はい、まあ、また何かあったら教えてくださいね。はい、記録させておいていただきます。はい。で、次の、通報の前にちょっと説明させてもらいたいんですけども、まあ、取引所の前に、まあ、髪の毛染めてない、男性が3名と女性が1名、そのメンバーも同じだったんですよ。で、後ろから歩いてきた、まあ、夫婦と思われる、2人、まあ、特別絡んできてるわけでもないんですけども、言ってることが以前と全く同じなんですね。それ多分もしかしたら自然とそういう風な行動で動いてしまってるかもしれないんです。そのパターンにはまってるような形で。で、その後パトカーがすぐに岡場駅前に、走っていてくれてるんですけども、それ行ったら今度どうなるかって言ったら、目の前から、4人組とか現れるんですね。で、その時の通報内容、再生します。だから有馬警察署から人が手薄になって現れてくるっていうパターンで、これ以前から使われてるんですよ。で、あと髪の毛染めている、男性2名なんですけども、その者たちのその言動っていうものは、淡井圭介が殴られた後からか、その前から言ってきてる可能性があって、お前のことを殴るぞというようなグループ、犯行グループ、まあ今日、まあ裁判訴訟の件の内容とかをいろいろまとめていた時の、その内容は後から別で、ちょっと撮影するんですけども、その時の状況とか聞いてもらったらね、これかなり関わり合いあるんだろうなっていうのが明確に分かってくると思います。で、それはまた別の動画で見ていただいて、そのパトカーが出ていった後、僕の自宅の家の近辺の時の、通報です。前から4人組。警察の到着です。通報が淡いですけども、通報した後、パトカーが岡場駅の方行くでしょ。で、その後、目の前から声聞こえると思うんですけども、女4名、歩いて現れたと。で、これ、多々あるパターンで、パトカーが出動した後、有馬警察署の人の数が少なくなるのを見計らって、複数の人間が、歩くと。で、これ、通報しなかったら、なんかこう、どんどん危険度が増してくるような相手がこう歩いてきてるっていうパターンが多いんで、未然に、通報しておきます。はい、というわけです。はい、一応、まあこれ、通報することによって、まあ電波の稼働云々とかもあるんだとは思うんですけども、その後、継続して自宅にいる淡井圭介に向かって、外からこう何かいろいろものを言ってくるような人間っていうものは、数は、極端に減ります。ですので、通報して記録するというパターンですね。まあ、その仮執行 の判決なんですけども、それはまた別でもう説明、の動画作っておきますけども、それね、2023年の時点で計算したら、592万5846円なんですね。で、その貸金で
その金貸しさせられた時にそいつらは消費者金融からのカードローンまで要求してきて、まあ、暴力団名とか名乗ってこられて、その当時、昔がどういう人たちと関わっていたかだとかそういったことを忘れていて、で、まあ、連れて行かれたところがキャバクラ でそこで黒い服を着てる女で胸揉ませていたのが井上京子という女で、三井住友銀行で、もともと三井と住友が合併する前の頃で、それが2001年の頃で警察官が4人突入してもらってるんですね。でその消費者金融っていうものは、上は銀行なんですよ。で、だからこれで全部話がつながってきていて、で、その先ほどのそのほうちゃんがどうこうっていう件あったと思うんですけども、取引族のその件に関しては、その2008年の殴ってきた男4人組のうちの、1名に、北条、港川中学校の時の同級生のものですね、特別遊んだ中でもありません。で、この男と、まあ、どういうふうな、その4人組の中のグループとどういうふうな関わり合いがあったのかっていうところと、あとこの町のことを思い出したのが、髪の毛染めてるような美容院のところはもともとあのコンテナみたいなもののところが最初で、その後今の鳥貴族のところに、鳥貴族が亡くなった後入るような形になってたと思うんですね。で、鳥貴族自体も昔あったと思うんですよ。だずっと何か物事が行ったり来たりしてる状態、学校の街の状態で、とにかくもう建設業界の人間に何にも作らせないこと、作らせるんだったらメタンガスを抽出する、生ゴミの、貯蔵庫と、メタンガスの抽出装置、だから三井住友銀行が開きましたけども、エコーリラの中に、まあ、その建物の中に、メタンガスを抽出する、装置、まあ、生ゴミの貯蔵庫ですね。まあ、そういったものは日本全国で10万箇所以上は必要になってくるんで、まあ、一般家庭からのゴミもその歩いて、持って行って捨てれるようなところ、まあ、生ゴミに関してはもう本当に少ないですよ。ほとんどが燃えるゴミですから、野菜の皮切ったりとかぐらいでしか、ゴミ出てきませんので、だからまあ、そういう方なものを作ったりするんだったらいいんですけども、あと学校に、薪ストーブだとか建物を解体したら、薪が出て、まあ、木材が出てくるのと、あとは家庭からのゴミ、まあ、この話になったらちょっと長くなるんで、ちょっと内容はずれていっているんで、話修正しますけども、その貸金の件で関しても金額は592万になってる時点で、さらにその慰謝料としてね、そのキャバクラに連れて行かれた云々のところに関しても、それは別に慰謝料、まあ、100万以上は、あると思います。で、それもあの結婚話をね利用されて、その淡井圭介との結婚話云々とかでテレビに出て、まあ、稼いだ者たちはただいると。で、全員が全員悪人だったとは言いません。ただしそういったのが、いろんな話が出回って、まあまあ、女性だけじゃなくて男性もビーズのお二人とか、あのグレイの皆さんとか、まあ、一緒に働いたりだとか、私が若い頃、神戸市立ホテルフルーツアーパーク1998年頃ですね。だからまあそういうふうなこともあって、芸能界の中でももともと淡井圭介の名前が通っていたのはもうすでに20歳ぐらいの頃なんですよ。国会議員の人たちとかと、皇室の人たちと、あと世界の上層部に。だからそこからいろんな連中へ話がつながっていって、口の人の口に戸は立てられない。だから、まあ、いろんな連中がこう絡んでくるようになってきて、で、全てがバレ始めたら、その銀行とかキャバクラとかと関わってた連中ですね、同じ銀行員だったとしても、まあ、真面目に働いてる銀行員もいれば、そうじゃない銀行員もいると。だこれは世の中の現実ですから、まあ、フィナンシャルグループとして、くくられてる。で、そのもとで製薬会社があって、そこで精子の生産されなくなる薬だとかあって、で精神病院に、その品物を下ろしていると、お金の回りがあると。で、精神病院の方としてはそういうやつら、入院させて、例えば1ヶ月の入院で、100万以上の請求が来ます。これ、まあ、警察官の方も全員覚えておいていただきたいんですけども、これね、
精神病に連れて行かれた人間ってもうあの人生全然割に合わなくなってきますね。高額療養費制度があったとしても元値が百何十万で、例えば僕のケースとかだったら3ヶ月近くいられてる。だからそれはまあ、入院期間とかにもいろいろあって、その法的にその3ヶ月以上入院させられることっていうのは、まあ、よっぽどの件がなかったらまずないんですけども、まあ、僕の件に関してもね、その入院期間がちょっと3ヶ月近くっていうのはちょっとどう考えても話おかしいんですよ。こんなに絡まれ続けているのに、正当防衛、民法720条の1、2もそうですけども、まあ、刑法38条の方の、正当防衛もそうなんですけども、まあ、民法の方も第三者のためにも、使用できるという部分とかもありますし、どう考えてもね、そんな悪党業界の連中に対して、怒ったらダメだって考えることが不自然であって、これその金貸しとかさせられた件が そもそもで2001年の12月か、まあそのちょっと前なんですよね。誓約書とか書いて出されたのはそれぐらいの年月日で、多分もうちょっと前だったと思うんですよ、金貸しさせられたのは。でということは春山整骨院の件を思い出していただきたいんですけども、もともとそこは2003年に建物解体されてるんですけども、2000年ぐらいの淡路花区ぐらいの頃にそこの建物って誰も建物の中に入れなくなってたはずなんですよ。ペケポンに、分厚い木の板打ち付けられて、まあ真面目側の方ですね、こんなに悪いところだって知らんかったわっていうことで、裁判所の判決があって、誰も入れんようにもうこっちでしとくわっていうことで、していて、でその後、2010年か、まあ、2008年だから僕は両方を殴られた時ぐらいの頃に春山整骨院がもう一回出来上がってるんですね。殴られた後でしたっけ、できたの。それか2007年から8年フルスラーパークにもう一度働きに行った時に、建物を建ってるかのどちらかなんですよ。だこの町の変な物事を行ったり来たりさせようとする連中、とにかくもう一回ダメだっていうことになったところはもう全部オールアウトで、これは厳しく対応しなければならない。その髪の毛を染めるような、もの、いつまでも販売している、美容院とかも、そこは、まあ、複数の箇所で、本当はそれアウトっていうことになってるはずなんですよ、裁判所で。で、まあ、罰金額がどれぐらいだったかっていうところもあるとは思うんですけども、まあ、何回も繰り返していたら、閉店っていうことになっていたと思います。で、だからいろんな業界、まあ、この辺の人間とかでも、もともと僕の家の前で、有野北中学校の制服ジャージを着た者たちとかが、まあ、線路の前とかでたむろしていて、絡んできていたっていうのが26年ほど前からあったと。で、兄の第一タウンハイツに、髪の毛染めて、まあ、ヤンキー化してる、不良化してる者たちが、何度も、出入りしていた。で、淡井圭介は働きに行ってた時は、もう働くことで精一杯で、そういった連中のことをもういちいち覚えていなかったと。で、そういうふうな状況下の中で、結局淡井圭介を多々利用してる連中がいたと。で、その両親を殴られた後、神戸大学附属病院に搬送されて強制わいせつされてるんですけども、その女の名前は大瀬まりなという女で、以前から、勤務先とかに紛れ込んでいたんですね。で、しかもナルトルレッサンスリゾートホテルっていう徳島県のところにまで潜り込んできてるんですよ。で、その女はもともと、この辺りの、理髪店、北新ビルのところの理髪店ですね、そこで、従業員として混ざり込んできていて、一回、僕の髪の毛を染めてるんですよ。だからそいつは多分組んでると思うんですよ。だから2001年ぐらいの頃にキャバクラ連れて行かれて、まあ、そこは警察官の人が4人突入してくれていて、まあ、その時も、今イライラするのも分かるけども、もう絶対手出さんといてと、俺ら絶対行くからと、そのまま辛抱しといてって言って、まあ、30分ぐらい、まあ、待っていて、まあ、警察官4名、到着してくれてるんですけども、その後その僕は暴力団の名前出されて、相手もね、僕より体が大きくて、で、さらに2人いると。
もう一名の人間は僕と同じぐらいかちょっと背が高いぐらいなんですけども、それはもう2対1の時点で暴力団の名前出されて来られたら、正しい知識を持っていたとしてもそれはそれで、まあ、怖くなる人もいると思います。そのフィナンシャルグループという組織の大きさと、あと議員が天下りしている、で議員が警察官として現場に出てきている、まあ、その中で僕を助けに来てくれている人たちもたくさんいると。でそのまとも側とそうじゃない側がはっきり分かれていて、でそのもうまとも側じゃない人間として、昔からこれもこの人数で見るともう暴力団として認定されるような規模なんですね、どう考えても。でその強制わいせつをしてきた女がそのもともと2001年のぐらいの頃に僕の髪の毛を染めてるんですよ。それ手話株式会社で働いていたのが2000年から2001年なんですよ。そのぐらいの頃の後かな、そのぐらいの頃に金貸しさせられてるんですよ。大阪ヒルトンホテルは1999年から2000年の春にかけて働いてたんですけども、そこで働いてる人たちはまあ外資系で、まあ、やっぱり高級ホテルですから、しっかりした人たちが働きに来てくれていましたから、もともとその上村秀明っていうやつがそのお金をせびってきて、もそのフルーツならパークのレストランカトレアで黒服着て現れていた人間で、そのまあ、年齢的にもその上というような立場で、そこで働いていたと。でそういったところを利用して、電話をかけてきて金をせびってきたと。だからそいつらはその要するに多分ね、その春山整骨院の件だとか、その時点で僕エロビデオを置いてるところのレンタルショップとかを何件か潰してるんですよ。だからそいつらから の反撃、要するに風俗店とか昔三宮の方とかで入り口にこう黒い服を着た男とか客引きしてたでしょ。で客引きも昔禁止になってもうめったに見られることはなくなりましたけども、昔はまあ禁止じゃないですか。でそういった男がフルーツラパークに働きに来ていたと、人材派遣会社の人間だと思うんですよ。だから人材派遣会社としてはどのような人間が働きに来てるかは正直わからないっていう部分があると思うんですけども、まあとにかくその上村秀明という人間とそのキャバクラ業界やそのエロ業界がつながっていて、フィナンシャルグループっていう組織につながっていって天下りしていった議員とかはもともとエロ業界とかで、金を使っていた。で建設業界にも仕事を回して票を集めていたっていう、こういう巨大な犯罪のケースが裁判所でこいつに暴かれたら世間に全部ホームページとかに掲載されると、名前とか。でそれを多分ビビっているという、ビビってるというか、それを危険視してその挑発行為絡んできてるんだと思うんですよ。だからその今日の鳥貴族 の前のその髪の毛染めてる男2名に関してはこれね、だからもうだから回数で言ったらもう100は超えてるでしょうね、絡みに来てる回数が。だから僕は両方殴られる前からの可能性もありますから、かなり高く殴られた後さらに調子づいて絡みに来てる可能性もありますし、だからね、まあ芸能界とどれぐらい関わっていた人間なのかだとか、だからそれはそれで変に反感を持ってる連中が存在するんですよ。だから音楽業界のことに関して、まあ、グレイの皆さんとかその大成功したりしてるんですけども、昔歌詞とかでエロいような内容の歌詞を書くのをやめてくれと、もうそういうのを僕はその強制わいせつされる前から音楽業界の歌詞って変えるように、言ってたんですよ。で、まあ、グレイの皆さんとかビーズの皆さんは、協力すると、まあ、そういうような形で、まあ、次から次へと出てくる、まあバンドマンの人たちとかもそうなんですけども、まあ、ジャニーズもそうなんですけども、そういう約束で通ってたんですよ、僕は二十歳ぐらいの頃から。もうそれ破ったらどうなるか分かってますっていうような形で。で例えば、2002年サンパレスロッコー勤務時なんかの時はその淡井さんがいない間にいつの間にか、ミュージックステーションにロシアの方から、本当にまあ
ロシアの人なのかどうか分かんないですけども、バンド名、まあ、コンビ名がね、タトゥーっていう変なアイドルが来てると。でもう淡井さんの方からちょっと言ってもらえますかということで、まあ会社でサンプル速攻でそれを言って、まあ、ミュージックステーションで、ね、こういう風に対応しなさいっていうような形で多分まあ裁判所の方が言われたんだと思いますけども、そのタトゥーそんな名前のやつテレビ出すわけないよって、日本そこまで落ちてないよって、しっかりした人間だけがテレビ出ていいのはと、まあ、そういうような形で、まあ、生番組でね、そこに現れたんですけども、歌うのが、取りやめになりましたということで、もしかしたらその2人組は連れて行かれた方かもしれませんけども、いろいろバレてね。で、まあ、その後、空き時間、1曲空き時間誰が歌ってくれたかって言ったらミッシェルガンエレファントだったと思いますか、ミスチルかのミスターチルドレンかのどちらか、ミッシェルガンエレファントだったような気がするんですけどね、ミスターチルドレンだったかもしれない。もうとにかく僕そういう件めちゃくちゃ多いんで、もう本当もう僕も人間だから感情あるから、こんだけ絡まれていたらもう海外のやつらとかも本当腹立つような、エロ業界を組んで金稼ぎしてきた議員とかで、そいつらから票を集めてエロ業界開いていた、次々性被害者を増産させていた。で僕は両方を割られて殴られて、でもとんでもない苦痛を伴うオペとかがあったわけじゃないですか。で、まあ、それまでにもひどい目に何回も遭ってるんですよ、暴力事件、本当に僕は攻撃されて、で、なのに精神病院に9回も入院させられていると。で、もうこの時点でやっぱり警察官の中にも本当に多分違法者が混ざり込んでますね。それも まず間違いない。1956年に売春防止法が出来上がってますから、それまでそういった行為が認められてしまっていたから、どれだけ世の中がめちゃくちゃだったかっていうことは分かりますよね。それはもう裁判官とか警察官とか検察庁とか公務員、国家公務員、もう一般企業の大企業の役員とかもう全員そう、議員とか、だからもともとそういう人たちと熾烈な争いがあった、そのまとも側とエロ業界側の。僕もここ踏ん張りどころで、まあ、しっかり通報して対応してと。で正直その記録とかだから、まあ裁判所で、まあまあ、この貸金の時にね、この一連の内容のことを裁判所でこの動画を見てもらって、で、まあ、撮影許可はいただきたいですね、どこでも、特にこの近辺。どうせエロ業界側の人間は混ざり込んでるんだろうと。でスポーツ選手とかでも髪の毛染めてるやつらっていうのは大抵エロ業界側なんですよ。でアダルトビデオとかもだいぶ調べましたけども、あれ見たら見たら僕の家にゴキブリ入れてきた連中とかいるでしょ。そいつは絶対バレたら困る連中で、結構ね髪の毛染めてる人間で親議員とかいう人間多いんですよ。金持ちの人間、公務員とか国家公務員で上の方の人間で、年収高い人間から生まれてきて、その暴走族とかになってる連中もいました。精神病院で実際見ましたから、松原っていう議員の多分息子、もう特攻服着て警察署とか完全に本当の暴走族、第二次世界大戦本当に分かってない方、その人間我慢できることと我慢できないことがあるっていう、そのね限界、本当に20歳前後の人間がどこをさせられてるんだぞと、お前その服着てる意味分かってんのかと、やっぱりこっちもこうなりますよね。だから案外ね、だからそのテレビ出てる人間とかでも怪しいやつらいっぱいいますから。でもともとテレビでだいぶ嘘放送してるでしょ。だからみんなテレビに出たくないんですよ、真面目に生きてきた側の人間は。報道とかに、だから安倍晋三さんとかもなんで私がこんなところに出なきゃなんないんですかっていうことで、報道ステーションでも言ってた時がありましたね。な安倍晋三さんも、まあ、家計的にはちょっといろいろありの方で、岸信介という総理の、孫というところですけども、安倍晋三さん自体は僕は何回も会って話したことがあるから人柄的に信用して、任期の一番長い総理という形になってるんですね。
で、ただしその岸信介っていう人は第二次世界大戦の時の東条英機という、その当時の総理と仲良くしていて、喋って、まあ、一緒に喋ってるところの映像とか見たことあるんですよ。今年も流れましたね、その映像。でその会話内容とかを聞いた時に、うん、まあ、かといってそれで安倍晋三さんがどう生きたかが、重要なのであって、まあまあ今言いたいのは、何せ昔からこの世の中めちゃくちゃであると。でここで良くない業界側の連中のそのエネルギーの残存量問題とかありますからね、しっかりとそいつらを、三振党以内の請求で差し押さえて、もう徹底的にノックアウトしなかったら、ノックアウトっていうのは法律裁判所で、三振党以内の請求で、まあ、とんでもない罰金払わされるぞと。もう二度とこんな店開いたらダメだなって。それはエロ業界もそうなんですけども、その髪の毛を染めるような美容院とか、こんなもん開いてもお金にならないと。その年金2000万かけてないと一月15万円の年金支給には届かない話とのワンセットでね。だからそういうふうな形でね、どういうふうな連中が蹴落とされていくかっていうところ、これ僕も20歳ぐらいの頃同じようなこと言ってたと思うんですよ。で、厚生年金に入れてくださいの話になって、で人材派遣会社の方に言ってという形になって、で人材派遣会社の方はそれだったら、そこに直接雇用だのなんだのとか、まあそういうややこしい話になって、まあ、結局神戸市の財政が赤字云々とか、まあそういうふうな話とかもあって、1998年大阪ヒルトンホテルに働きに行くようになると。まあそこの王朝というレストランなんですけども、そこは一レストランとしての売り上げは関西ナンバーワンの売り上げのレストランで、それはもう九州、四国、中国地方、もうそこそれらの地域を入れて、ナンバーワンの売り上げ一レストラン、まあ1年間で5億円ほどの売り上げがあるんですけども、 あったんですけども、その当時で、まあそこの売り上げを超えれるとしたら、まあ東京ぐらいでしょうね、富裕層の数。だからまあ実際国会議員の人たちとか集まってきたりするわけじゃないですか。だからそういう人たちとかが定期的に食べに行ったりだとか、大きな会社の、役員さんだとか、まあまあ正直課長以上の人でも、結構な年収あると思います。だからまあ売り上げがあるところの会社は純利益云々によっては、例えばソニーさんとかだったらプレイステーションがこう販売されて好調だった時とか、ボーナスは年間で7ヶ月分を超えてましたからね。だから持ってる人はお金持ってるんですよ。だからそういうふうな人口密集地帯じゃなかったら、その年収5億円1レストランとしてですよ、まあそんな金額はまずないですね、この世の中。だからそれができるところって多分ホテルぐらいしかないんですよ、高級ホテルぐらいしか。ちょっと話飛びましたけども、まあ以上です。